どうもこんにちは、今回はですねこちら、メスティンで5分で炊けるお米というものをですねご提供いただいたんですけれども、これはですね早炊きをするための加工がされているお米ということみたいです。これ1パックで 150g 入ってます。 150g 入っているものが5セットということで、発売記念特価ということでですね今なら1000円で販売されているようです。こちらのですねメスティンで5分で炊けるお米、特徴なんですけれども、まずね洗米が必要ありません、お米を洗う必要がないと。でお米を洗った後にですね大体20分ぐらい水につけたりとかすると思うんですが、その給水も不要。そしてですね炊き上がった後に蒸らしっていうものをやると思いますが、この蒸らしも不要ということみたいです。本当にこれがね5分で炊けるんだったらすごくいい商品なんじゃないかなと思います。ただですね説明書きを見たところによると、固形燃料とかアルコールストーブでも十分な火力があれば10分ほどで炊き上がりますということと、蒸さずに食べられるんだけども、2分から3分蒸らすとふっくらとより食べやすくなりますということだそうです。それと気温やお水の温度が低い場合は、炊飯に時間がかかりますと。沸騰するまで強火に調整すると、炊飯時間を短縮できますと書いてあります。これちょっと面白いのが、電子レンジでも5分で炊くことができますということみたいですね。これはですねなんか空気穴があるタッパーみたいなものに入れて、600ワットで5分と、これで食べられるようです。でメスティンの中に入れた時のサイズ感なんですが、こんな感じになってます。こちらの方がね大きいメスティンなんですが、大きいメスティンだとまあ遊ぶような感じですね。で深さ的にも全然余裕があると。で、中くらいのメスティンだとですねまあ遊びがない感じかな。で深さとしてもまあまだ余裕があるような感じになってます。じゃあ早速やってみましょうかね。じゃあこのメスティンの中にですねお米を入れます。で注意点なんですが、これですねこの乾燥剤かな、これが入っているのでこれは必ず取り除きましょう。さあこの中に水を入れます。 150ml 入れます。もうこれで OK と。さあじゃあちょっと行ってみましょうか。5分で炊けるメスティン初めての炊飯です。火加減がね中火でやるといいらしいんですが、どうだろう、火が全然見えないですね。火が全然見えないんですが、このね底の辺には十分当たってるぐらいです。まあこう広がってる感じかな。それぐらいで今炊飯してますね。これね5分ぐらい炊くんですけども、5分間ノーカットでやりたいけどどうしよう、喋ることが全然ない。この袋ですね、もともとあった袋にお水でも入れてみましょうか。これで 150ml でね測れればかなりいいんですが、そうもいかないだろうな。なんかもし可能であればなんですけどね、これ作ってる方がこの袋で 150ml 測れるようになるともっといいと思いますよ。あ、これぐらいか。なんかいけるかも。今回の動画地味だな。でもね5分で炊けたらかなりいいと思うんで、5分で炊けるお米っていうのがね本当であれば人気が出ればいいなと思いますが、今ねお水を入れてみました。この袋ですね、切り口があるんですけど両方の切り口まあやった状態切った状態でですね、メスティンででとかでとか5とか、なんて言えばいいだろうな、
こう置いた状態だと、んのところかな、メスティン、んのところあたりまで水を入れると150いこい。ちょっと足りない、ちょっと足りないか、もうちょいか、もうちょい。これでね、ほんと水がかかれたらかなり楽だと思うんですよ。この150ml っていうのがね、なかなか測れない時もあると思うんで、この袋でできるのがいいと思いますが、さっきと同じぐらいかな、メスティンでとかメスティンとか、あーどうだろう、まあ、これぐらいでやった場合は50いかない。あーまだ足りないのか、気持ち足りないですね。よし、これぐらい、どうだ、もうちょっとか、もうちょっとあったらいいのか。もうなんか煙が出てきましたよ。もう煙じゃないな、湯気か。メスティンででぐらいかな、これぐらいでいってみましょう。あ、来た、メスティンでとかこれぐらいか、さっきのところですね、これぐらいまで水を入れてあげると、ちょうど 150ml ぐらいかな。うん、できればね、この袋に印とかあるとすごく分かりやすいなと思いますけどね。あ、でもあれか、メスティンじゃなくてシラカップとかあったら測れるのかな。シラカップのことをすっかり忘れてましたが、まあまあシラカップはないときようと思ってください。今見たらね、シラカップ普通に 150ml 測れますね。そうだよな、これで測ればよかったんだ。でもまあ、出先行った時とかね、こんな、メスティンはあるけども、メスティンはあるけどもじゃない、メスティンがなくてなおかつシェラカップもなくて米だけあるという時もありますからね、そういう時の、ちょっとした目安にはなるんじゃないでしょうか。さあ5分経ちましたよ、いけんのこれで本当に。気がするけどな、どうだろう。ちょっとね、家が生活感バレバレで申し訳ないんですが、ちょっと開けてみましょうか。じゃあマジでいけんのかな。完璧ノーカットでやってると思いますんで、5分は経ってるはずです。いきます。ちょっと水っぽい、まあいっか。行ってみますよ。あー、ちょっと水っぽいなこれ。そうでもないかもしれないですね、これ。ちょっとね、今回ね、初めてのね、ノーカット動画をやってますんで、ちょっとお見苦しいところがあるかもしれませんが、これね、見たいか。あ、ちょっとね、わかるかな。だいぶまだ水が残ってるような感じだったりはするんですけども、もうちょいやった方がよかったのかな。でも5分ぐらいですよね。
うん、うん、あ、でもお米としては普通に美味しい。ねえ、ちょっと動画見てみないと分かんないんですが、ちょっと時間短かったのかな。もしかしたら、あと1分、2分ぐらいやってもよかったかもしれないですけどね。ああ、でも米自体は本当に美味しい。これはありだと思う。蒸らすとね、もっと美味しいかもしれないんですけども、今回は蒸らさずにそのまま本当に5分でやってみました。全然硬いこともなく、あ、美味しいわ。もしもの時用に持っとってもいいかなという感じがします。それと、なんといってもですね、5分で炊けるっていうかなり時短ができるので、よくあるのがね、キャンプに行ってて夜中にお腹空いちゃったんだけど、いや、今からご飯炊くのめんどくさいなみたいな時ってありますよね。そういう時はこれがあるとね、5分で炊けるからめっちゃいいと思う。で、こちらなんですが、通常だとね、5個セットで1400円だそうです。ただ今であれば販売記念特価ということで、5個セットで1000円、しかも送料無料ということになってます。これはね、かなりお得だと思うんで、今ね、買えるうちに結構買っといた方がいいんじゃないかなと思ったりします。で、これね、食べ進めてきて分かったんですが、やっぱりね、ちょっと蒸らした方がいいと思う。そのまま食べましたけど、1、2分でもいいから蒸らすことで、こうなんか水分がうまいことこの米に吸収されそうな気がしますけどね。まあでも米自体は本当美味しい。で、この米を炊く時のね、コツじゃないんですけど、僕が思うにね、ちょっと気持ち強めで炊いたんですよ。気持ち強めで炊いたんですが、普通ね、メスティンで炊飯する時って焦げないようにこう火力調整気を使うと思うんですが、あんまり気にせずにですね、わりかし強めでガッと一気に炊いた方がいいような気がします。はい、ということで今回はですね、メスティンで5分で炊けるお米、こちらを紹介してみました。まあ、今回ですね、実際に使ってみるまでの懸念点としては、まず最初に5分で炊けるのか、炊けるのかっていうのと、次にそのお米は美味しいのか、そういった懸念点があったんですが、5分で炊けるかということに関しては、普通に炊けました。ただね、ちょっと水分が多かったのかな、なんかやっぱりべしゃっとしてたので、まあ、この辺はですね、ちょっと蒸らしたりとか、まあ、ちょっとですね、そういった慣れというかコツというか、その辺は必要かもしれないんですが、今までのお米と違ってですね、かなり時短できるっていうのと、あとこんな感じでね、個別包装されてますんで、持ち運びとか、そういった面でもね、かなり重宝するんじゃないでしょうか。そしてですね、やっぱり食べ物なので大事なのは味ですよね。味に関してもね、これはね、普通に美味しかった。ほんとね、シンプルに、あ、美味しいなっていうお米でした。で、今回はですね、メスティンで炊いたんですが、他の調理器具でもですね、炊けると思います。今だったらね、5個で1000円ですからね、しかも送料込みとなってますんで、こちらはですね、ちょっと購入を考えてみられてもいいんじゃないかなと思います。こちらはですね、今現在楽天市場で販売されてますので、概要欄にね、URL を貼っておきます。気になる方はぜひ見てみてください。それでは